ハイスパーブウェブラジオ、ハイスパーブのハイハイキャスト。シュパハピー、どうもハイスパーブの天才フォトグラファーのオミです。シュパハピー、ハイスパーブの天才バタフライヤーのレオです。シュパハピー、ハイスパーブのバームクーヘンダンサーリョウです。シュパハピー、ハイスパーブのコロナ陽性唯一のものマグラです。やめとけごめんなさいごめんなさい、やめとけ。おかえりただいまおかえり、はい、ということで先週に続いて今週も4人でお送りします。はい、はい、作家さんの可愛いいたずらで、オミが仕切ることになっているそうでございますけれども、はい、皆さんなんかいろいろぶち込んでましたね。天才バタフライヤーとか、はい、バームクーヘンボンバーとか、はい、ね、こう触れづらいやつやってましたけど、もうピンピンでございますから。はい、そんな、オンエア日の9月24日は緑の窓口が設置された日だそうです。へ、うん、まあよく新幹線のね、うん、乗り場とかでありますけれども。ありますね。あのさ、映画でさ、うん、そのブラッド・ピットさん、はい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 、東京かなんかがしさ、そうそう、舞台になって、それでさ、なんか TikTok かなんかで見たけど、その緑の窓口からブラッド・ピットさんが出てくる、なんかあったのよ。シーンじゃないよ、なんかその楽屋として使ってたのかな。あ、そのなんか電車のシーンがありますよね。なんか暗殺者の話みたいな感じですよ。それがすごい面白くてさ、緑の窓口からブラッド・ピットさん出てきたと思って CG みたいですね。そうあの馴染みある緑の窓口から。実際にじゃあ日本で撮られたってこと？そうだと思いますよ。わかんない。でも半分半分じゃない？もちろん CG な部分もあるだろう、はい、セットもあるだろうし、そりゃね、難しい部分あるから日本は。そうなんだ、うん、まあもう公開して1ヶ月近く経ってるけどね。そうですね、はい、ぜひ見られた方もね、気になった方はねご覧いただきたいですけれども、はい、なんと今回は記念すべき50回目の放送だそうです。イエーイ、やったね。50回目、節目よってことは1週間に1回ぐらいやってんだっけこれ。そう、じゃあ1年ぐらい経つのかな。そうね、うん、約50回目、そんな経つのかな。うん、ハイキャス始まって1年経ちますね。今回一体どんなその50回目にふさわしい、うん、きっと企画があると思います。そういうの言うとハイスパは転げ落ちるよ、はい、と思うでしょう。安心してください。50回目に一番ふさわしい企画でございます。はい、それではそろそろ番組進めていきましょう。早進めろ。ハイスパーブチャンネルからお送りしていますハイキャスト。皆さん、このチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録と高評価頼むぜ。変わってんの、お願いしますってみんな言わないと。ごめんなさい。それでは今夜もハイキャストスタート。言わんと言わんと本当に言わんと。今回お送りする企画はレオくんせい、おすすめ BBQ あれこれ。イエーイ。さあ、第50回目にふさわしい企画、おすすめ BBQ あれこれ、はい、みんなでバーベキューやりたいとこれまでも何度かお話に出ておりますが、4回言いました。いろんなですね諸事情が重なり、はい、なかなかできてないのが、うん、現実でございますけれども、社会事情もありますね。はい、そこで来たる日に備えて、うん、今回はバーベキューの豆知識とかグルメあるある等をですね学んでいこうと思っております。学びたい、はい、いや、いいですね。いつか行われる大バーベキュー大会までに知識を貯めておこうということですね。おい大根役者おい大根役者たち、もうちょっと上手にできるだろう。最近バーベキューとかキャンプやった？簡単にバーベキュー王やキャンプトーク台本そのまま読むやつらになる。50回目の記念放送全然慣れてない子だ。成長を感じない。なんだっけ話。1年目バーベキューあれこれですね。まあこんなおふざけしてますけれども、うん、はいはい、バーベキューについていろいろ語ろうっていうのは本当で、リスナーの皆さんからもいろいろ情報をいただきましたので、時間の許す限りご紹介していきたいと思います。好きな人多いからね。はい、じゃあマグちゃん、リョウくんなんかありますかね。
いろいろ届いてるそうなんですけれども、まあじゃあいいですか、何か、はい、お願いします。一番上の方に食材系とかは書いてあるんですけど、うん、はいはい、まあ、アウトドアスパイス堀西っていうのがおすすめですっていう感じで、 お肉野菜魚何にかけても美味しいですとのことなんですけど、これは僕ずっとチェックしてるんですよ。あ、本当に、はい、これおすすめのやつなんだ。そうなんですよ。で最近、まあ、僕キャンプとかよく見るんですけど、もともと堀西って大きいサイズの、まあ、ザなんか普通の塩コショウのサイズのやつしかなかったんですけど、うん、キャンプ用にちっちゃいサイズも出たんですよ。だからいっぱい買っても大きいの買っても使い切れないことあるじゃないですか、うん、でもちっちゃいサイズだったらね安くなるし、うん、ね、使い切れたりするんで持ち運びもいいし、はい、ぜひぜひ、うん、僕も買いたいなと思ってるんで、そろそろいいね、お買い物しようかなと、はい、思ってます。はいはい、はい、行こうぜ、行きましょう。バーベキュー知識こんなのだとマグちゃんが一番あるもん、ね、一番やってんじゃない。おそらくそうですね、まあ、キャンプもしかりバーベキューも結構 ね、ひと夏で30回ぐらいやったこともある男なので、はいはい、めっちゃやっとるやん。一部でバーベキューおじさんって呼ばれてる。おい、そうですね、バーベキュー大好きです ね、 いいね、はい、なんか他ありますか。ありますか、皆さん刺さったものいっぱい。うまそうなさ、例えば書いてあってさ、まあ、キノコのバター醤油焼きとかさ、うわ、はい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 、ね、聞いただけでいいし、うんうん、トロサバの一夜干しとか、いやもう一番いいよ。なんだよね、なんかキャンプのご飯の名前ってさ、うんうん、もう聞くだけでそそられるよね。そうなんですよね、誰がつけてんのこのタイトル、わかんないですけど、バター醤油系ね、めちゃめちゃ美味しそう。これとかいいじゃん、はい、三角に握ったおにぎりに焼肉のタレを塗りたくって網で焼く焼きおにぎり、うん、おいいね、いいね、めっちゃいいじゃん、いいですね。でもこれってさ、そのみんなでワイワイガヤガヤ居酒屋で食べるっていうのは、まあまあそれもそれでいいけどさ、いいですね、うん、こう静かなところでさ、うん、こう火を眺めながらこう、うん、自分で調整しながら作れる、うん、その料理っていうのはやっぱ美味しいよね、うん、確かに。やっぱあと炭で焼くっていうことの美味しさ、風味がやっぱ食材に乗るじゃないですか、うんうん、そうね、そこがやっぱり美味しさをこうね、もっと増やしてるというかね。お家ではなかなかできない、できないですね。あれ、あれ教えてあげてよマグ。なんですか、この間さ一緒に行った時にマグが作ってくれたやつ、どれだ、あの団子に肉を、あーこれまあ結構ちょこちょこ話してるんですけど、はいはい、みたらし団子あるじゃないですか、うん、コンビニとかでも売ってるね、みたらし団子に豚バラを巻きまして、くる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 、みたらし団子、はい、豚バラ巻きまして、それに黒胡椒かけて食べると言ってたね。それをまあ焼くんですけどもちろん、うん、それがもう美味しゅうて美味しゅうて、甘くないの、甘じょっぱくなるんですよ。もう、あ、そうなん、あのみたらしのタレってまあ醤油由来じゃないですか、うんうんうん、なんで甘いタレにしょっぱい豚バラ巻いて、そこに胡椒かけることによって甘いしょっぱい辛いみたいな、だそれこそね、さっき言った堀にしかけても美味しいかもしれないですよね、それにね。美味しそうだ、そういうチャレンジもできるよね。そうですね、キャンプとか BBQ って、うんうん、普段やったことないね、うん、料理とかできたりするんで、それもいいと思いますね、新たな発見が、はい、どうですか、お二人は。なんかこんなにさ、いっぱいなんか、あ、キャンプみんな行かれてるんだなとか、キャンプ知識すごいんだなって思う中、ひときわ異彩を放ってる一文があって、はいはい、何、チーズフォンデュやったら楽しかったよって言った感想いつの、うん、なんか小学生のなんかね、うん、あの毎日日記みたいな、うん、チーズフォンデュやったら楽しかったよっていう、美味しかったって言わないところね、じゃない、うん、楽しかったんだって、そこに線引かれるよね。でも確かになんかこういうのとかもさ、うん、なんかキャンプでやったらそれはそれで楽しいよね。確かに、うん、みんなで、これにも書いてありますけど、マシュマロとかね。そうね、うん、確かに、やっぱ人とやるから楽しいみたいな部分はあるんですかね、うんうん、何食べても美味しいんじゃないかなって思えるかもしれない、うん、やっぱだから結構ロケーション的な美味しさというかね、うんうん、そこにこう付随してるものある気がしますね。でも本当単純なものでいいと思う、うん、もうチキンラーメンの上に卵乗せて、うん、器がちょっとキャンプっぽかったらそれで美味しそうになるわね。確かに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 、ね、確かに。じゃあ白い、もう白いご飯だけでも美味しそうって思うってこと。いや、ご飯炊くやつとかあるじゃんね、はいはい、メスティンですか。メスティン、うんうん、メスティンで発音よ、叩いて食べるだけでもなんか美味しい感じそうな気するけどね。じゃあそのメスティンに、うん、なんかその落としちゃったライス、ね、ライスをメスティンの底にしてレオ君に渡しても美味しく食べてくれる。じゃあもうヤスティンも呼んじゃって誰ヤスティンって誰よヤスティンとケンティンを呼んじゃって、でオミちゃんのオミティン、言わせてるやん、これ絶対言わせてるよ。聞いてください、スペシャルホリデー。やめとけよスペシャルホリデーよ、その雑に使うな一生懸命作曲したんや
なんか戻ってきたなって感じしました、うん、帰ってきたね今の感じただ使われないから確かにどっからどっから使われだいぶカットだよ戻ろう戻ろう戻りますか戻りますか。でもそろそろかまだいけるかなもう少しいけますか。逆に食材じゃなくて、うん、こういうバーベキューしたいなとかあります、まあ、場所でもいいですし、なんかなんつうの山でやりたい、うんじゃあ海でやりたい、川でやりたいとか、うんうん、なんかそういうロケーションこういうのがいいなとかってありますか。川の近くいいよね。いいですよね川辺ね、うん、そうね、うん、確かになんかそこで釣りとかしてさ、あそのね魚をそこで食べてみたい。イワナとかヤマメとか、ね、そこら辺のね、うん、それも美味しそうだな。確かにでそれこそ僕めっちゃしたいのは、まあ、レオ君サウナ好きじゃないですか、うん、で、まあ、僕たちもねサウナ多分それぞれみんな好きだったりすると思うん で、はいはい、でバーベキューも楽しいし、だから川辺で、まあ、サウナあるところ、うん、バーベキュー中間でサウナ入ってそのまま川にも飛び込めてで美味しいものも食べれてみたいな。いいね、一番完璧です。いい、ね、そこなんていうか知ってます。なんすか。天国っていうんです。天国か、ユートピアだったわ。そうなんだ。天国です。それやりたいね。それやりたい。そういうなんかその食べ物だけじゃなくてね、うん、そういろんなロケーションでいろいろやれたらいいですね。だから企画でやれたら一番ね、うん、嬉しいですけど。でも寝るときはベッドで寝たいです、はい、じゃあグランピングかなでもグランピング良くない。グランピングはそうです、ね、バーベキューもできるし、それこそサウナとかも入れるかもしれないし、俺一回テントで寝たことあるんだけど、はい、肩ほんと痛くなって。いやそれはもうどれだけ充実させるかですよ。ほんま本当に、はい、俺そこまだ信用してない部分あるのよ。全然違うっすよねこれはね。完全に敷くものとかね、あそうです、いろいろあるからね。やっぱりまああと下の状態というかちゃんと平らになってるかとかそういうのも含まれてくるんで、ちゃんとそこら辺してあげればもうぐっすりぐっすり寝れる。もしくはもう寝れなかったら朝4時ぐらいに起きちゃってね、うんうん、これあったんですよ一回、うん、全然寝れなくて寝なくて、うん、でなんか12時ぐらいにみんなで寝たんですけど、うん、俺だけ4時ぐらいに起きちゃって、そうで おはようございますって起きたら、うん、リョウ君の後ろにある全てのものが撤収されてたって。ええー、何もないんだけど、切れて椅子に俺3時間ぐらい座ってニコニコして、みんな起きたっつって俺は3時間前から起きてるよって寝れなかったらもう早めに起きるしかないですけど、普段と違う環境になれなさすぎて、はい、いろいろあるんですね。ですね、本当ね。まだまだ、お時間あるそうなので。はい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 。まあさっきねグランピングなんて言いましたけれど、うんうん、その僕ね焚き火もできるようなところだとなおいいかなっていう。うん、夜みんなでさ焚き火囲ってさ、うん、なんかこういつもメンバーで一緒にいるときって和気あいあいとしてるんだけど、うん、なんか焚き火の前だとその。本音が出るというかさ、しっぽり語り的な、しっぽり語りができるから、なるほどなるほどね。なんかちょっとみんなの見えない一面がそれこそ出てくるんじゃないのかなっていう。それこそね、多少お酒も飲んでちょっと酔いも回ってきた頃なら、うんうんうん、よりこう本音というかね。ね、うん、もしかしたらあの撮ってたとしたら放送できないことも出てきちゃうかもしれないですけど。あるかもわかんないし、うん、そういうようななんか会話がね。普段できないのができるっていう焚き火の良さがあるんですね。そうです。でもそういうとこ見たいって人もいそうですよ、ね、暗いところでさ、はい、そういう火とかさ、はい、明かりを焚くとさ、はい、とんでもない大きい虫とかが来るじゃない。あ それがじゃあおみちゃんいい話してる時に肩に止まったらどうします。お前も聞きたいのかよっつって。絶対嘘じゃん、うん、もうトングでそれ掴んで火にポッて。もう最低やん、ね、それも出せない。最低やない。笑うと余計怖いの、ね、ただの最後の虫。そういうのは平気なんですか。いやでも俺不思議で、うん、そのまあちょっとでっかいのは僕さすがに無理かもわかんないけど、うん、ちっちゃなそのね羽の生えたさ、うん、よく言う小バエみたいな、うん、いるやん、うん、なんか ね、まあ、ね気になんなくなっちゃうのよ、うんまあ、キャンプという場では自然に溶け込む。そうそうそう、なるほどね、うん、もちろんね、多すぎてもう気にしてらんないになっちゃう、うん、なるほど。もう自分自身も自然の一部になる、そうそうそれで気にしない、受け入れる。なんか多分レオ君も僕と似てるタイプだから、うん、嫌だと思うの最初ね、うん、いや最初から最後まで嫌だよ。嫌でしょ。ただ最初だけなの、もう後半あ、うん、トングでボだから。ダメだって。ボはしなくていいと。ダメなんだってそれが。まあでもそうしなくても、うんまあ、もちろん虫除けとか蚊取り線香とかてか、まあ、それこそ、まあ、もうね9月過ぎてるんで虫も少なくなってきてるんじゃないですか、ね、確かに確かに、うんうん、夏はやっぱ多いですけどどんどん少なくなっていくからこのぐらい行きやすいかもね、うん、これだから海の方がいい。あ海の近くのバーベキューの方が、まあ、虫もうちょっと少ないから。でもあれっすよ、死ぬほどベタつくっすよ。いいよもうそれは。いそっちはいいんすもう全然。あいいんす。そっちはいいんだ。えだったら川じゃないですか。だから森だと虫多いけど川辺だったら虫はそんなに、ね。蚊がいるやん。ああでも夏終わってたらもう川。いない？はい。本当？
ほとんどいないです。あ、じゃあ川がいいかな。でも手の日はもうすごい、川でもゴツゴツしてるよね。川ゴツゴツしてる。結構充電させないと寝にくいかもしれない。ゴツゴツしてんの？はい。え、じゃあ俺キャンピングカーで行くわ。初めからそうせる。確かにそう。どこ行ってもどこ行ってもそれ、川に限らずそれで行く。キャンピングカーで行く。キャンピングはでもどうなん、4人で無理か。行けるよね。いや、まあ物によると思うんですよ。相当大きいよ4人って。なんかあのでっかいの、うん、え、てかさ、キャンピングカー買ってさ全国回ればよくない？なライブとかもさ、それやっちゃえばいいんじゃない？怖くない？自分で言ってるよ。何言ってるの？もうさ、ライブやって、地方でライブやって、そうそう、そこで、そこでみんなで、最後なんかあのこういう帽子を脱いでお金入れてくださいってやんの。なんでやん。だってそれが資金なんでしょ？そんな貧相。それが資金になるわけでしょ？そうそうそう。だからもう、そうやって大道芸みたいな。もう大道芸。外でやって、いろんなパーティーエリアで。まだまだだって、僕たちが今までやってきたことは足がかりだよ。足がかり。そう、キャンピングカーへの。だとしたらちょっと下がってない。いやいやいや、もうそんなことない。あ、そんなことないか。ごめんなさい。やりますか、じゃあ。やりますか、僕たちだけの力で。でも問題はキャンピングカーってやっぱそんな広くないから、多分日によってその中で寝れる人とそうじゃない人は出てくると思う。うわ、え、そうじゃない人ってどこだの？だから毎回いろんなところでライブやって、すいません、今日僕たち寝るんですけど、外の人、中の人、ペンライトの色の数で決めるっていう。うわ、うわ、ね、運転手とかもペンライト。運転手もそう。来てくれてる人が2人とかやったらどうする？でもその人たちが全員青だったら、もう僕は寝れます。みんなはもう運転手か外で寝るか、トイレの一泊するか、個室で、トイレの個室で。じゃあやめよ、もう。やめ。耐えれるか。1日2日だったら全然耐えれるけど。あ、そうですね。それを47届く。ずっとそうね。行って。最後たくましくなってんじゃない？なんかもう顔つきがさ、確かに。なんか黄金伝説を終えたみたいな。そうとか。ダッシュ村やってる時のあの時をさんみたいなね、キューティーキューティー歌えみたいな。めっちゃここら辺になんかバンダナとか巻いて、ね、タンクトップやみたいな。ハイシパで無人島とかさ、そういうとこで生活したらさ、もう露骨に、いや、やばいと思うよ。いろいろ出ると思う。よく潔癖やろ。どうして誰が一番、誰が一番サバイバル能力高そうですか？マグマグマグ、これえ、でもさ、じゃあさ、雨水とかがあってさ、ボウフラとか浮いてるんよ、をなんかこう煮沸してさ、とにかく火を起こして、やった、火起きました、それ、ね、沸騰させました、沸騰させてちょっとぬるくなりました、誰から飲むってなったら誰が行く？行ける？最初に行ける？いや、行けないっすわ。え、どういうこと？だからそれがどういうね、その効能をもたらすかも分かんないから。そういうことですか？あ、それだったら全然行きますわ。食べれるか食べれないかも分からない植物を取りました、誰が最初に食べる？うちはこの4人で行って。そうそうそう、一番死んじゃうかも分かんないわ。火にかければいいよね。この子すぐやばいって。いけるわ。リタイアするて。この人でいけるわ。これ多分いけると思うよ。言っとけばね。サトキビサトキビとか言って火かけたやつ。うんうん、オッケーオッケーオッケー。いやー、そんなこんなでございますけど、はい、いろいろあるんですね。またちょっとぜひ実践したいですね。はい、皆さん、たくさんのメールありがとうございました。ハイシパブのハイハイキャスト、さてあっという間にエンディングのお時間です。この番組ではリスナーの皆さんからのメールを募集しております。番組の感想はもちろんのこと、メンバーへの疑問、質問、悩み相談、お悩み相談、いろいろございます。本当に悩み相談お願い事などなど何でも OK です。この動画の概要欄に記載のメールフォームよりお送りください、はい、ここで僕たちハイシュパーブからお知らせです。はい、毎月1回ハイシュパーブのハイシュパンチを配信しています。次回の配信日は公式ツイッターなどでご確認ください。はい、そしてハイシュパーブのセカンドアルバムチェンジング、ジュエリー、バッドボーイが好評発売中となっております。ぜひ皆さん聞いてください。お願いします。この番組は毎週ハイシュパーブ公式 YouTube チャンネルにて放送予定です、はい、情報は追って公式ツイッターなどで告知しますので、ぜひフォローしておいてください。お願いします。ハイシュパーブチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。それでは今回のハイハイキャストはここまで。また次回も聞いてくださいね。ということでお送りしたのはハイシュパーブでした。また来週。